森家歴史チャンネルへようこそ。ようこそ。ね、今日はちょっとその前に話したいのは、うん、僕の4代前は毛利元久といって調布の毛利家から来てるお殿様なんですけど、その時の多分森役だった人は乃木真助さんですね、うん、はい、あれは調布の森役をやってた、うん、でその元久は徳山に来ると、そうするとまた徳山に、軍事の天才と言われた児玉源太郎がいた、うん、まあそういう縁もあって多分ね、児玉源太郎と乃木真助っていうのは親交深かったのはそういうのもあったと思うんですよ。同じこう調布から、うん、若殿行ったからよろしく頼むよっていうことで児玉源太郎と、そんなね児玉源太郎の話前回もしたと思います、うん、ただね今回はちょっと中さんが違う視点から切り崩してお話したいということなんですけど、その前に引き続き、中さんの、高人くんいるんですけど、高人くん、はい、乃木真助はご存知ですか？あ、ちょっと名前と、まあ、されたことっていうところですかね、うん、はい、じゃあ、はい、乃木さんと児玉さん知ってるところ言ってみてください。はい、乃木さんと児玉さん、やはり一番有名なところで、そうですね、日露戦争、明治時代の日露戦争で203高地旅順攻略戦の時に戦って、乃木真助が、突撃を主体とした、総攻撃をかけていくので、人がどんどん、兵隊がどんどんなくなっていく中での交代といいますか、司令部からの交代で児玉源太郎が、交代として司令官になって、203高地を攻略されたというところでの2人がちょっと私の知り得る一番 の情報ですね。今日はその児玉源太郎がね、うん、そっちの面、軍の面だけじゃなくて、もちろん文政家というか政治家としての手腕もあるし、そうですね、台湾総督府を一番長く務めたんですね、うん、おそらく今台湾の方々が日本が大好きっていうのは、児玉さんのおかげっていうのは結構あると思いますね。その前に確か乃木さんも台湾やってましたね。その時台湾の人たちの民心を得られなかったというか、うん、民意を得られなくて、うん、なんで児玉の時には民意を得られたんでしょう。結局、両方軍人ですんで、軍人が統治する場合っていうのはやっぱり軍の背景というか、はっきり言ったら暴力で支配するじゃないですか、で乃木さんの場合って結構警察権をちらつかして、もう悪いやつはもうやっつけるみたいな、政治をやったんですね、で当然嫌われるんですよね、嫌われるし怖いし、まず、で児玉源太郎の場合はもちろん自分も、そうしてもいい立場にあるんだけれども、要するに民間人を登用したんですよね。誰ですか？後藤新平、さんですね、後藤新平さんっていうのはどちらかというと、医学寄りの、お医者さん寄りの人なんですけれども、彼にその民政局っていうのをやらすわけなんですね。GHQ で言ったらマッカーサーとホイットニーみたいな感じかな、でその文官に全部やらせて、武力で その制圧っていうのをなるべく避けて、例えば麻薬の撲滅とか、あと学校の普及とか病院の普及、それで、一番有名なダムですね、ダム、東洋一のダムを作ったとかですね、そういったことを軍じゃなしに民間ベースでやらしたっていうことかな。すごいですよね。前も話したと思うけど、その後藤新平さんがほら、広島に上がった人たちの権益、病気の研究をしてね、日清戦争で凱旋した時の、今回のコロナで皆さん分かったと思うんですけれども、コロナって一人でも逃したら、もう全員逃したのと同じことになるわけなんですね、だから権益っていうのは非常に大事で、日清戦争からこの引き上げの凱旋の、将官たちをね、その将兵ですね、両方上陸する前にいわゆる足止めさせてですね、でそれを全部権益ですよね。あの時怖かったのが赤痢、大陸からの赤痢とかですね、そういった病気に対して権益をしたということで、なんでねそういう発想がちゃんとできるのかなと。軍人ですから日々、言い方悪いですが敵を倒すことだけ考えてる人ですよね、ましてそれを評価される
のが軍部なんで、その中において民衆を手なずける方法とか、入ってくるかもしれない病原菌を考えるなんていうのはもう常人 の考えじゃないです。間違いないですね。疫病を防ぐっていうことに関しては私自身船乗りなのでちょっと知識もあるのですけども、宇品、まあ、広島の宇品港とかよく日露戦争の時とか、まあ、船の出入りとかあったんですけど、外国でも多いんですけど、やはり外国から帰ってきた、外国に行ってきた船っていうのは病気とかを、まあ、発生させないと言いますか、持ち込ませないための病地っていうのが専用であったりしますので、ここからやはり、まあ、広島にもあるんですけども、その病地に船を入れて検査をして大丈夫だったら、まあ、そのまま入港になりますしっていうような、そこのところがもう国際感覚、当時でした今より全然もう全く着物を着て、やはりもう幕末の方もまだいらっしゃるような情報で、その最先端の考えといいますか、欧米の考えを持ってきてるっていうことは、ちょっとあの船から学んでいった自分としてもすごく興味深いといいますか、注目すべきことですよね、それは、今日ちょっとお話したいのは、児玉源太郎っていうのはもう一つの側面で教育者という側面があったということを今日は、あのお話したいんですけれども、実はあの児玉文庫っていうのが彼は創立したわけなんですね。徳山にですね、はい、どういういきさつかというと、そもそも彼はあの孝明天皇が亡くなった時の葬儀委員長をやってたんですね。でそれを非常にうまくやったから、皇室から金一封をもらうわけなんですね。でそのお金に自分のお金を足して、いわゆる自分が生家生まれたところ買い戻したんです。で買い戻したところを、まあ、図書館ですね、にして蔵書を入れていって、で当時本って、まあ、今はもう誰でも本も読めるんですけれども、あの頃っていうのは本って結構高価なものだと思いますんですね。で足らない分は結構友達にね寄付してくれって言ったらしいです。で当時の伊藤博文とかですね、後でこう、娘婿になるんですけれども、寺内正崎あたりに声をかけてですね、その要するに蔵書を集めるんですね。で8000冊だったかな、スタートが8000冊でスタートして、で民間にその読んでくださいと、本っていう高価なもんなんですけど読んでくださいっていうことで、開放したんですね。でもう一個、当時 10社あの新聞社が10社あったんですね。10部っていうかな、あの要するに新聞社の数が、その新聞を毎日読めるようにしたという。これどうですか、殿として。これはもともと日本って文盲って言ったらいけないけど、字が読めない人が多い中でもそういうね識字率が高いとかっていう中でも、さらにその先を行く、教育、そうなんですよ、それともう一つ特、まあ、あの特記すべきは、まあ、今じゃ当たり前だけど、その田舎の方の人って読めないじゃないですか、徳山のあそこに行かなければ、で馬車に本を積んで、その田舎に回ってですよ、移動図書館、移動図書館、図書館あれの第一号なんですね。そう、でそれはすごいね、そういうことをやって、あれって結構リスキーで、本って高価なもんだから、売られたりとかね、なんかこう要するに戻ってこない可能性っていうのをリスクを負いながら、それをやったわけなんですね。で当時図書館なんて日本どこにもなかったんですけれども、それをあえてその児玉源太郎は自分の、ポケットマネーでその作った、で誰でも読めるようにした、なおかつ巡業っていうのかな、その順回っていって本を貸し出しもやったということで、戦前いわゆる太平洋戦争までに、集まった蔵書が5万冊なんですね。結構な数なんですよ、だからそれだけのものをポケットマネーで作った、しかも陸軍大臣の時にそれやってますんでですね、陸軍関係の人が教育にそんなの、はっきり言ったら畑違うじゃないですか、教育大臣がやるやったら分かるよ、そうですよね、関係ないのにそれをやるっていうのがね、一体どんな頭をしてたのかなと。それとやっぱり山口県の中で未だに徳山地域って高校とかのレベルが高いじゃないですか。まあ、そうですね、徳山高校ですね。そういうところを見てもあの、まあ、高専があったりとかね、なんかこの教育がその、
まあ、育む人たち、うんうん、で、まあ、またそういうもんってこう相乗効果になって、うん、あのまたいい人が集まりゃいい指定ができるということのいい性のスパイラルが働くんでですね、うん、残念ながら児玉文庫っていうのは7月26日に徳山空襲っていうのがあるんですね。大空襲ですね。これはもうそこを狙ったんじゃなしに海軍工廠東洋一の、燃料所だったんでそこを米軍が爆撃するんですけどもやっぱりこう市街地にやっぱ降ってくるんですね、うん、森さんとも結構被害うちはもう焼夷弾が100本ぐらい落ちたって言ってますね、はい、だから同じようにその近くですもんねあの、うん図書館の場所は、はいはい、そこにも焼夷弾が落ちて全部燃えてしまったんですけれども、図書館自体はなくなったし本も燃えてしまったんですけれども、まあ市民がねやっぱそうすごいなと思うんですやっぱそれで教育を受けた市民がやっぱ盛り上げるわけですよ、うん、戦後、うん、その辺ですよさっき言ったのはその教育によってその、もらったものは返す、うん、それがやっぱ今の徳山駅新幹線の駅降りたらあれだけ立派な、駅の構内にですね、うん、図書館があるというのがやっぱりその、源太郎の、図書館を愛していた証なのかなという思いがします。そうですね本当文化レベルが高くて、ね、住んでる自分としても嬉しいあれそのまま児玉の DNA が残ってると思う。そうですね、うん、そういったねそういう民度の高さだとか、うんうん、っていうものを、はい、目に見えない形でもやっぱ後世に残していくっていうのは大事だよね、うん、そうですね。どっかでその戦後になくしてしまったもの、うん、もう一回そういう誇りだったり、うん、本当ですね。だからそういう意味ではこういうチャンネルをね、はい、ちょっと広めていきたいなという、はい、思います。ありがとうございました。ありがとうございました。未来から来た人だと思う。だから役割が終わったらもうさっと帰るみたいな、だけどもしかして彼が本当に天変の椅子に座った時はもしかしたら本当にバランスの取れた首相になったかもしれない。チャンネル登録いいねボタンを押してもらえると恐悦至極にござる。